ハイタケです。フレットレスベースといえばあのジャコパストリアスも練習していたドッツァウアー113のチェロ練習曲を少しずつ弾いていきます。フレットレスの6弦ベースでやっていますが、フレットありのベースでも弾けますし、5弦ベースや4弦ベースでも、弾ける運指でも弾いてますので、よかったら一緒に練習してみてください。4弦ベースは1オクターブ高いところで弾きます。スケール、トライオドのアルペジオ、転調など良い練習になります。映像の最後に今回の譜面を10秒ぐらい音なしで載せてあります。よかったら停止させるなどして練習に使ってください。タブ譜も載せてあります。6弦は下から B、E、A、D、G、C 弦、5弦は下から B、E、A、D、G 弦、4弦は下から E、A、D、G 弦になってます。自分が使っているベースで合わせてみてください。五線譜の上には番号がありますが、これはフィンガリングの押さえる指番号になっています。1、人差し指、2、中指、3、薬指、4、小指です。ポジションの最初とポジションチェンジの、ところだけ指番号が書いてあります。今回は113のチェロ練習曲2番の、57から64小節目までをやります。ではこの譜面を弾いています。譜面と合わせて音を確認してください。メトロノームを BPM50 で弾きます。まずは6弦のポジションで弾きます。次は5弦のポジションで弾きます。次は4弦のポジションで弾きます。1オクターブ上になります。まずはゆっくり弾くことでフィンガリングの強化ができます。慣れてきたら徐々にテンポを上げてみてください。もともとアレグロなので BPM だと120から152です。今回はここまでです。ベースレッスンで取り上げてほしい奏法や練習の仕方などありましたら、コメント欄に記入でも概要欄に Twitter アカウントを載せておきますので、そちらまでコメントをください。よかったらチャンネル登録やいいねボタンをお願いします。それではまた。